船岡咲のサキッチョとちょっと一息。はい、2019年13月15日金曜日21時30分になりました。船岡咲のサキッチョとちょっと一息、パーソナリティの船岡咲です。皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。いや、あのね、2019年ももう3月ですよ。あっという間ですね。もうね、3月なので世間はすっかり春ですけど、皆さんいかがお過ごしですか。まああのね、この時期といえば花粉だと思うんですけど、皆さん花粉症ですか。あの、私は船岡家みんな花粉症で、私以外あのお父さんもお母さんもお姉ちゃんもみんな花粉症なんですけど、なぜか船岡は一切花粉症じゃないっていう、すごい幸せな状況で、今稽古してる稽古場でもみんな花粉症で、あのくしゃみの音が鳴り止まないみたいな、なんかそういう状況なんですけど、私は全然花粉症じゃないので、あの春も大好きですし、もう今のこの気候がもう最高って感じです。はい、そして3月といえば船岡のお誕生日でした。イエーイ、皆さん誕生日ありがとうございました。あの26歳という、もうすっかり大人になってしまって26歳最初の放送です。イエーイ。あのツイッターとかブログに本当たくさんコメントいただいて、私ってあの友達とかいないって思ってたんですけど、まあ、誕生日はおめでとうって言ってもらえる、こんなに素晴らしい日はないって思って、あの本当に幸せでした。いろんな意味で LINE とかもずっと鳴り止まなくて、あ、私友達いたんだって実感できる、とっても幸せなお誕生日でした。稽古場でもね、あのサプライズでお祝いしてもらって、ケーキなんか出してもらって、すごい幸せでした。はい、ということでですね、今日は3月26歳になって最初の放送なので楽しみたいと思います。それでは30分間船岡咲の先ちょっとちょっと一息、どうぞお楽しみください。船岡咲のサキッチョとちょっと一息。はい、21時30分からお送りしております、船岡咲のサキッチョとちょっと一息。はい、ということでもう3月になったということで、あの3月といえば卒業ということで、あの卒業の話をしたいなって思うんですけど、あの卒業の思い出って皆さんありますか。私は今26歳なんで、小学校、中学校、高校、大学と、まあ、あの行ってきたんですけど、あんまり卒業の思い出がなくって、あの中学校の時は私、あの今と違って、今もかもしれないんですけど、すごいネクラな時期があったんですね。昔の私を知ってる人はちょっと知ってるかもしれないんですけど、人と話すのも苦手でみたいな時期があったので、中学校の時は本当に友達がいなくて、中学校の卒業式全然寂しくなかったんですね。それであの次高校の卒業式は、まあ、またそれもそれで、あの私が行ってた高校はあのちょっと芸能のコースがある学校だったので、なんか卒業式って言ってもなんか、まあこの仕事してたらみんなにまた会えるんだろうなとか思って、実際に会ってたりとかもしますし、なんかそういうのもあって、まあ、またそれも寂しくなくて、大学の卒業式は参加しておらず、なので私にとっての一番思い出がある、強いて言うなら思い出がある卒業式は、あの小学校の卒業式ですね。小学校の時はあの友達も結構たくさんいて、地元に友達がいて、だからみんなと離れ離れになるのが単純に寂しくって、あのもう号泣だったんですよ。なんか歌とか歌うじゃないですか、卒業式の歌ももう歌えないし、みんなのなんか一人ずつ挨拶みたいなのももう涙で全然
な、もう全然記憶ないくらいすごい泣いてて、で卒業式終わってからも涙止まらなくて、なんかもう立てないみたいな状況になるくらい、小学校の卒業式はもう、あ、卒業式だったな、いい卒業式だったなっていう思い出がありますかね、強いて言うならね。なので、あの船岡にはあんまり卒業の思い出とかエピソードがあんまりないので、皆さんにはどんなエピソードがあるのかなとちょっと気になったので、今回はみんなの卒業エピソードをちょっと募集して聞かせてもらおうかなと思いました。ということでですね、番組にメッセージをいくつか送っていただいております。皆さんありがとうございます。早速紹介したいなって思うんですけど、何にしようかな。よし、こちら、静岡県の先っちょネームひろさんからいただきました。こんばんは、ふにおか。こんばんは。テーマは卒業か。中学生を卒業するとき、一個下の後輩が好きだったんだけど、卒業式の後にその子の家に行って学ランの第二ボタンを渡しに行った淡い思い出が。びっくりしてたけど、相手はいきなり現れてボタンと、なぜかオーストラリアにホームステイしてた時の お土産のコアラのぬいぐるみを渡されたから、中学区だったんで、はっきり好きとも言えずにもらってくれて終わりました。じゃんじゃん今思えばよく家まで行ったなと恥ずかしくなります。その時は会いたくて仕方なかったのを覚えていますということで、いや、何このエピソード。なんか第二ボタンって漫画とかドラマの中の世界の話だと思ってたんですけど、すごい、実際に第二ボタンとかあるんですね。しかも自分から渡しに行くってすごい押し付けがましいでもめっちゃ積極的ですね、ヒロさん。すごい、なんかでもそういう、なんか会いたいし会えなくなるなって思った時の思いを行動に起こせるってすごいですよね。なかなかできないことだと思うし、その積極性はマジですごいと思うし、なんかもうこういうなんか漫画みたいな恋愛的な卒業式のエピソードめっちゃ聞きたかったんで、すごい嬉しかったですありがとうございます。めっちゃ素敵な思い出、いいなぁ。第2ボタンとか何って感じ次いきます。次は新潟県にお住まいの先っちょネーム青春はリンゴ味さんからいただきました。船岡さん、こんばんは。こんばんは。かなり暖かくなってきましたね。はい、3月といえば卒業ですが、僕にはまだ卒業できていないことがあります。それはアイドルオタクです。地元が新潟なので NGT48 という AKB48 の姉妹グループがいるんですが、4年前に結成されてから応援に行くようになり、32歳になるのに、そして彼女がいるのにまだオタクをやっています。へえ、そうなんだ。ちなみに彼女は年上で、アイドルオタクをやっている僕には少し呆れています。そろそろ結婚も視野にと思うのですが、どうしたらアイドルオタクを卒業できますか。船岡さんのご意見を求む、よろしくお願いします。ということで、うわー、これは難しい問題ですね。っていうか、あれなんですね、彼女がいらっしゃってもう応援するんですねいや、もし私が彼女だったら嫌ですね、絶対に嫌です。やめてほしいですねしかもなんか結婚するとなると、まあまあなおさら嫌かなって思うんですけど、でもなんか相手の好きなことを無理やりやめさせるのも気が引けるし、これはすごい難しい問題ですね。まあ船岡の意見としては、結婚はそう簡単にできるものじゃないから、結婚したいって思えるお相手がいるんだったらぜひ結婚してほしいなって思いますね。まあアイドルオタクっていうのは、まあまあその二の次っていうか、趣味って感じでいいんじゃないですかね。ね、だって一番好きなのはその彼女さんっていうか奥さんになる人かもしれないじゃないですか。だからアイドルオタクは、別にアイドルオタクっていうのはもう素敵な趣味だし、すごいことだから、そんな無理やりやめなくてもいいと思うんですけど、でも私が奥さんだったら結構嫌だから、ちょっと控えるようにして、まあ無理やりやめなくてもいいんじゃないですかねって思いますよ、私は。好きなことはね、やっていった方がいいと思うし、結婚はぜひ頑張ってしてほしいなって思います。応援してますはい、ということで、ちょっと
お便りは一旦こちらでおしまいということで、次のコーナーの時もまた皆さんのお便りをお話ししたいなって思います。はい、ということで続いてのコーナーに行きたいと思います。はい、続いてのコーナーは今日のサキッチョランキング。はい、本日のテーマは春になるとしたくなることです。はい、さっきから春春言ってますけど、私春が一番好きな季節なので、いろいろ春になるとね、したいなって思うことがたくさんあります。はい、ではまず第3位、ドゥルル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 ン、お買い物です。いやね、春になると私今日ちょっとファッション春意識してるんですけど、あの春になるとまあなんとお店が華やかになりますよね。お洋服もそうだし、メイク道具とかもそうだし、アクセサリーとかもそうですし、あと食品コーナーももう可愛いピンクだらけで、桜餅とかいちごとか、なんかもう何も買わなくても春のあのショッピングって見てるだけで幸せになるから、やっぱり春になるとお買い物したくなるなって思います。続いて第2位、第2位はお花見です。あのお花見はすごい好きなんですけど、今年は特にめいっ子のさくらちゃんっていうね、めいっ子が生まれたので、もうさくらちゃんを連れて桜を見に行って、桜バッグに桜を写真を撮るっていうのがもう今からずっと楽しみにしていることなんですよね。そして第1位はズルルルルルルンルン、一人暮らしです。でも一人暮らしする予定は全くありません。でもこの季節になると一人暮らしに憧れるので、ネットとかでもう引っ越しもしないのに物件見たりとか結構やっちゃいますね。はい、でなんか一人暮らししたらこんな感じかなみたいな想像しますね、よく。はい、そんな感じかな。やっぱり春はね、ワクワクすることがたくさんあるから、すごいいい季節だなって思います。はい、ということで CM の後もまだまだ続きます。船岡咲のさきっちょとちょっと一息。はい、21時30分からお送りしております、船岡咲のさきっちょとちょっと一息。はい、本日は卒業をテーマにしたエピソードをたくさんいただいているので、お話の続きをしたいと思います。はい、続いては大阪府にお住まいのさきっちょネーム本間大きにさんからです。さきっちょさん、こんばんわん、こんばんわん。卒業といえばやっぱりこの支配からのですかね。もちろんわかりますよね、尾崎豊さん、曲名はまさに卒業、僕の青春ソングです。あれからもう20数年、そんな前なんだ。すっかり親父になりましたが、今でもカラオケで必ず歌う一曲です。さきっちょの卒業ソングといえば何ですか、ぜひ教えてください、いつも楽しく聴いていますよ、ということでありがとうございます。え、あれですよね、尾崎豊さんの卒業はもうもちろん知ってますよ、超有名じゃないですか、名曲。でも二十数年前ってことは、私生まれてすぐの曲なんですね。意外と昔、結構意外と古いんですね。うん、で私の卒業ソングといえば、卒業ソングっていろいろありますよね。なんだろう、でも卒業式で歌った旅立ちの日にっていう、知ってますか、知ってますよ、多分有名かな、私にとっては。なんかあの、私合唱とかすごい好きで、中学小学校の時合唱っていうものがすごい好きで、で私が通ってた中学校は合唱コンクールがめっちゃ盛んっていうか、もうすんごい力入れてやってるような学校だったんで、なんか旅立ちの日にとかそういう卒業式で歌った合唱の歌とかは結構好きなのが多いですかね。あとはすごいマイナーなんですけど、絶対皆さん知らないであろう私のおすすめソングがあって、ハジさんっていうなんか男性のアーティストさんがいて、その方の卒業さよならっていう歌があるんですけど、ちょっとみんなググって聞いてみてほしいなって思います。本当にいい曲で、あのね、すごいいい曲。
から今ネットとかでいろいろ音楽聴けると思うんで、これちょっとマイナーなんですけど、みんなに聴いてみてほしいなって思う曲です。はい、本間おきにさんありがとうございました。続いてのお便りは、さきちょネーム静岡県にお住まいの山光田さん。さきちゃんこんばんは。こんばんは。今日のテーマは卒業の思い出ですね。女の子との思い出、そんな甘酸っぱい思い出はないです。残念です。卒業式の後にみんなでご飯を食べに行ったり、ボーリングをしたりですね。大学の時は朝まで飲んでましたよ。で、卒業式の次の日、アメリカへ卒業旅行に行くことになっていて、朝まで飲んでいたので、そのまま眠さマックスの酔っ払い状態で飛行機に乗って、そのまま15時間くらい爆睡、すっきり。でも到着したのが夜遅くだったので、その夜はすっきり目が覚めてしまって、もう寝れず。卒業旅行は楽しかったんですが、一言で表すと時差ボケの印象しかありません。ついでに言えば、卒業の思い出といえば時差ボケです。さきちゃんの甘酸っぱい卒業の思い出聞きたいです。それではまた。まだ夜は寒いので体に気をつけて舞台楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。みつさん、わー、でもなんか卒業の思い出は甘酸っぱいものが全てではないから、こういうなんかね、お友達となんか飲んだくれみたいな思い出もすごい素敵だと思いますよね。なんか時差ボケって私あんま経験ないんですけど、時差ボケって嫌なもんですよね、多分ね。でもみつさんにとってはね、時差ボケもきっといい思い出なんでしょうかね。なんかみつさんっぽいエピソードですね。ありがとうございました。どうしよう、こんな感じで、はい、じゃあ卒業のエピソードはこれでおしまい。皆さん素敵なエピソードありがとうございました。なんか卒業のエピソードも聞けて、ちょっと切ない気分になったり、すごい楽しかったです。ありがとうございました。はい、ということで続いてのお話なんですけど、私のですね、今後 のお仕事のことについてちょっと話したいなって思うんですけど、まず今絶賛稽古中の舞台青のボヤージュという舞台についてお話ししたいと思うんですけど、フライヤーがこちらです。突然。はい、こちら青のボヤージュという舞台で、3月20日から3月24日新宿村ライブで上演されます。そしてですね、先日公開されたんですけど、私の素敵なビジュアルがあるんです。じゃーん、うわー素敵ー、こちら。いや、めっちゃ綺麗ですね。初めて見た時これ CG かなって思ったんですけど、これほんと全部実際自分で、髪の毛とかスカートとか手に持ってる時計とかネックレスとかも全部ふわって浮いてるのも、ここに糸つけてみんなが私を取り囲んでやってくれる、すごいアナログ方式で撮影してもらったんですけど、出来上がった写真がすごい綺麗で、はい、この通りですね、私今海の中に沈んでるみたいな絵なんですけど、今回の青のボヤージュはズバリテーマが海なんですよ。そしてですね、物語のちょっとあらすじを読ませてもらうと、ロストアンサンブル、たどり着いたものは何でも願いが叶うとされている幻の島、この島を目指し人々は海へ出た。目指すは入れば二度と出ることはできない魔の海、青の海。願いを叶えるため死を与える海に出る人も国もそして海賊も、てんてんてんっていうあらすじなんですけど、この作品は4年前に上演されていて、で再演希望の声がものすごく多かったみたいで、今回4年ぶりに満を持して再演ということで、私のファンの方も、当時見てくれたファンの方は結構未だに青のボヤージュが一番面白かったっていう言ってくれる人も多くて、で初演も見てない方も今たくさんファンの中でいると思うので、本当に見てない方はすごい楽しみにしていただいて、初演見た方はどんな風に変わっているんだろうっていうところを注目して見てほしいなって思いますね。私が演じるアイネちゃんっていう女の子はもうめちゃくちゃにいい女なので、超可愛い女の子なので、ちょっと期待していてほしいなって思います。はい、そしてですね、次は4月6日に開催される私の生誕祭のお話をしたいと思います。ね、今頃きっと来てくれる方には当選とか出て詳細とかが言ってると思うんですけど、生誕祭はですね、1部2部3部の3部制となっておりまして、1部は、横浜で船岡と
お散歩デート、そして撮影会っていうね、おしゃれな写真が撮れるよっていう部になっていて、2部は、横浜にあるあのちょっと素敵なところでみんなでワイワイと楽しくっていう感じのイベント、ご飯を食べながらいろんなお話ししたり、いろんなコーナーゲームとかやったり、そしてあのゲストでね MC さんに来ていただくんですけど、こちら発表になってるのかよくわからないのでちょっと言わないですけど、私ともゆかりのある DVD のイベントとかで MC やってくださったこともある方に MC で来ていただくので、すごい絶対楽しいイベントになるんじゃないかなって思います。そして第3部は夜のみなとみらいデートってことで、みんなで遊園地に出かけようっていうね、あのすごい素敵な観覧車とか乗って、私横浜すごい好きで横浜の夜景が大好きなんで、この夜景をねみんなで共有したいなって思って、今回の生誕祭は横浜を舞台にねやらせてもらうことになりました。いや、なんかあんまりこんなに盛りだくさんで豪華な内容の生誕祭ってなかなか多分できないと思うので、はい、この機会をね与えてもらえたので感謝してみんなで楽しみたいなって思います。そしてあの一次抽選っていうのがあって、来れるってなった方には当選が出てると思うんですけど、多分落選してしまった部とかもあると思うんですが、なんとここで朗報、このあと番組が終わってから第二次抽選っていうものが始まります。わー、はい、なのであの、まあ、まだ諦めてない方、予定もまだ入れちゃってない方とかがいらっしゃいましたら、あの自分が落ちてしまった部とかにもう一度あの申し込みをしていただけたら、もしかしたらリベンジになるかもしれませんので、はい、ぜひ二次抽選もあの応募していただけたらなと思います。はい、ということで今後も楽しみがたくさんなんで、皆さんも楽しみにしててください。はい、では CM の後はエンディングでーす。船岡咲のさきっちょとちょっと一息、21時30分からお送りしてきました船岡咲のさきっちょとちょっと一息、さきっちょとちょっと一息第12回放送もエンディングです。はい、ということで船岡から改めてお知らせです。はい、先ほどもお話ししましたが、舞台新義団無名クラシックスさんの舞台青のボヤージュ、3月20日の水曜日から24日の日曜日まで新宿村ライブにて上演されます。そして4月の6日には生誕祭も行われます。こちら二次抽選がこの後始まるので、ぜひ応募してみてください。そして初出し情報、舞台メモリーダイヤル明日の君にさよならという舞台に、5月1日水曜日から4日の土曜日、東部フレンドホールというところにて上演されます。なんとこちらの舞台は主演を務めさせていただきます。しかもキャストさんがかなり大御所さん揃いの、いつもとはちょっと違った若い子とかはあまりいない、ちょっと大人な感じの舞台にちょっと主演ということで緊張しているので、皆さんぜひたくさん見に来て応援してくれたらなと思います。そして船岡咲のさきっちょとちょっと一息、次回放送は4月19日の金曜日21時30分から22時までとなっています。メールのテーマは考えていませんので、ツイッターやブログを見てまたエピソード送ってくれたらなって思います。放送当日の20時までにお便りをお送りください。件名に船岡咲のさきっちょとちょっと一息、本文にさきっちょネーム、お住まいの都道府県もお忘れなく。たくさんの質問応援メッセージお待ちしています。メールの手先は mail@wallop.co.jp、 mail@wallop.co.jp までお待ちしています。本日はですね、こちらに端末がありまして、あのコメントが来ています。ちょっと来てますヒロさんとかムラリンさん、コメントありがとうございます。花粉症ではないって言ってね、私と一緒ですね。お誕生日おめでとうございましたということで、ありがとうございました。今日の26歳最初の放送は最初から神、最後も神ということで神倒しましたけどもすごい楽しかったです。はい、また来月も頑張るのでまた見てください。ということで、さっきちょっと一息、ここまで、また来月、バイバーイ。